を受ける立場だった永田、左ストレート、フェイント入れてますからね。ジョイアパシフィックのベルトも取ります。そして2017年にはニューヨークで IBF 戦になりました。左から右、一発で、あの右フック危ないですよね。そうです、左です、これが引っ掛けながら違う、ダウンだ、ダウンを取りました、ダウンを取りました、ダウンをまずは今度は奪ってました。さあ、その第一ラウンドの先ほどのシーンですが、身を引っ掛け、ポイント上は永田は取られたということになりますので、ダウンを奪いました。左アッパーが近づいてきたところが下から譲ってきました。永田も近づいて左引く、右のボディが、はい、左です。細かい手数から、はい、縦に突っ込んでいくプレススタイルというのが永田の大きな魅力なんです。左です、近藤選手で永田です。右の受け止めたかもしれませんが、また右が入っていった。そしてまた右です。今の右は永田は見えていたが、ガードして、そして今度は永田の方から踏み込んでくる。そうしなきゃいけないですよね、永田選手は。右も打ち分けてきました。左です、左ストレート。さあ永田、永田がかなり左のガードを当て、年前は7ラウンドという永田の立ち上がりです。いや、引き続きと感じです。振り返ってやはり近藤のうまさというものを非常に感じたそうです。入りました、左ストレートを伸ばして、右のですけれども、左、おっと、しかしここは永田の右を合わせていった。合わせていくことができるとまた、はい、戦略の中にあるようなそんな戦いぶりに見えます。また前に出る、その前に出てくる近藤辛くなってくるんですよ、はい、右の内分けですね、はい、これもそうだ。挑む立場になった永田ができましたけれども、防衛という気持ちはないんだというふうに近藤は話をしています。感じです、左ボディから右のボディ、お互いやっぱりこう手の内分かってるタイミングが合ってるんですよね。ラウンド途中まで戦いました。左、左ストレートから右の、どちらかというと今日はこう近藤も前から重いのか、また永田が下がる展開、そして近藤が前に出る展開、しかし踏み込むことはできない。ロー PBF 東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ、あの近藤選手はポイント、右のストレートここから来るので、はい、権利を自ら勝ち取っていった近藤です。合わせていってきます。左ボディーラン、右だけではない対角線のパンチが飛んできます。永田のボディーを返していきますが、あのボディーは永田さんどうですかね。有効ですね、はい、永田のボディー、ここはボディーの打ち合いになる。押し返したいんですよね永田ですか。そうですね、でも体の使い方を覚えてきたんだというふうに、これも2年前の対戦の前に怪我を続けている近藤、右だ。2年の間に負けられない理由も増えて挑み対戦、おっと永田の仕返していった、永田の右が入ったか、左ストレート、聞いてますね、永田のここは行くところですね、左だ、聞いてますよ、聞いてますよ、近藤の手を捉えた、おしかし近藤も右の突っ込んでしまった、近藤の左の突き返していく、永田も5番が左を差し込んでいった、当たりますよ、当たりますよ、近藤の左が当たるんだ、永田選手は右の回収したいですよね、左ストレートから、永田のパンチが近藤の顔面を捉えている、左だ、まだ左がしかし来ませんね。そうですね、どっちもカウンター取りますからね、はい、まだ近藤の右が勝負で入った、左、しかし有効だ、ヒッティングによる出血だというアナウンスメントが今ありました。どちらが大きく取るか、左だ、近藤のカウンターを捉えてくれ、森さん、はい、そうなるとこう右が見えにくくなる、右の長さんどうでしょう、左を切ります、長さの右に対して近藤も右を合わせてくる、右ちょっと長さが後ろに下がる、左ストレート、踏み込んでくるところ近藤の右のフック合わせてきます、左ストレート、左フック引っ掛ける、ジャンプがよく出るようになってきましたね。そうですね、左ボディストレートに伸ばしてきました。この試合ならあまり使っていないパンチです。永田の左ボディストレート、左ダウンを喫したことがあって永田この接近戦はどうだ、左フック後ろに下がりながら相手を引き、左まだ言うことに今度また右のフックだ。さあこれから第8ラウンドですが、第9ラウンドを迎えましたが、カウンターの精度を落とさないことですよね、永田選手の今の延長戦で
そうですね、はい、やっぱりこう左ストレートして長田有利と見ているジャッジもいます。近藤の左フックしかしその後長田の左互いにカウンターを取り合う。守るという気持ちは一切ないというふうに話をしました。一方2年前とは立場が変わって挑む立場に2年前勝ち切ることができる。ショーカスにかかるか。近藤やはり共に一筋縄ではいかない展開です。第10ラウンドのゴングです。怪我しながら前進するスタイルを強めるね。左だんだんのところはなかなかこう触れなくなって。一番今その回苦しいですけどね。もう第10ラウンドにボディを狙っていく。もう1回下がることはありません。近藤経済点です。踏み込んで左このラウンド非常に有効です。長田の右のボディ長田がプレスをかけていきます。ガードを叩けるのしかし試合開始から打ち合いという状況。左スト右ボディから打っていく。あの長田さん右のボディが非常にそうですね感じを振ってくる。長田左から右長田が固めたガードを崩しにいきます。近藤今度後ろに下がらせる。いや下がらない下がらない37歳を右のアッパー長田も右のアッパーを返していくラウンドです。左ストレート長田来てると思いますよ、左ストレート長田この拳に宿ります。左ストレート左フック長田の右のフック近藤の顔が歪んだ。左フックもうガードは当たらない両者限界を超える戦いを両者ともに見せています。右のフック長田左フック近藤が返します。ムエガさん高い踏み込み姿勢を見せている中田最後まで一撃を狙う。近藤の右を返す左ストレート長田の左近藤の右のボディ最終ラウンドのゴングが鳴り響きました。